越祭りではあまり取り上げられることのない演舞に込められたストーリーや豊穣に着目したライブ型よさこいです。本日出演していただく学生よさこいチーム5団体の方にはよさこいパフォーマンスの前に演舞に込められたストーリーを紹介していただきます。